萩原天神駅は大阪府堺市東区日置小原寺町にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK62。利用者からは萩天皇略称で親しまれている。相対式2面2線のホームを持つ地平駅である。ホーム有効長は1番線ホームは6両、2番線ホームは8両。駅舎は高野山方面乗り場北側にあり。 互いのホームは、古典橋で繋がっている。無人駅のため窓口は封鎖されている。2007年のベビーカーの扉事故をきっかけに、車掌用の扉閉め用モニターが変更された。2008年11月までには、ホームのかさ上げが、2009年4月までには、古典橋へのエレベーターの設置工事がそれぞれ終わり、 旅客案内サインも一新された。加えて、下りホームには停車する電車が最大でも6両編成までしか存在しないため、有効長は8両編成分あっても、実質上使われない部分には、柵の設置が行われ、駅舎の表札にも小ぶりな文字で、南海の文字が追加された。 2019年度の1日平均乗降人員は7550人で、南海全100駅中41位である。各年時の1日平均乗降、乗車人員数の推移は、下表の通り、小規模な小売施設や、集合住宅が立ち並びこじんまりとしている。ありがとうございます。